夢だったんだ、友達と海行くのって。へえ私ずっと車があったから。実際私といてもあんまり面白くないでしょ。やつだよ帰ったそれにさ、車のこといっぱい教えてくれるじゃない。86エンジェルスには絶対欠かせない人材だよ。ちのつ、これからもよろしくね。うん。地獄だね。やっぱクーラーは必要だよ。言えてる。やだ、重たくなるもん。あ、暑いよ。暑い。
ここ、あ、ここあった、ちなつ次のヘアピンは結構深いよ、一足まで落として。わかった。次のコーナーは高速のまま抜けて。うん、かなり走ってるからタイヤには気をつけて。次のコーナーの手前でインガーを取って。いいの？そうで、そのままインベタで相手の前に出るよ。わかった。もちろん素人相手にマジになれないからね。素人いるのよね、ちょっとぐらい速く走れるようになったからって調子に乗るバカが。なんだって。私たちはね、峠を極めるために走ってるの。だからあんたらみたいに半端な気持ちで峠走ってるやつ見るとイライラすんのよ。半端な気持ち、なんであんたにそんなことわかんのよ。車と走るよ見てればわかるわ。86にドリフトのためのキャンバーつけたふざけた車、目立ちたいだけのド素人同然の走り、全く不愉快だわ。目障りだから私たちの縄張りうろちょろするのやめてくれな。待って、今の言葉訂正して。事実を訂正する気はないわ。ムカつく女、今度会ったら絶対殴ってやる。スピードレディしての、女だけのチームで最近名を上げてきているスーパールーキー。この辺の走り屋で彼女たちの存在を知らない人はいないわ。うん。